こんばんは。こんばんは。災害センター田口隆弘です。どうも本日は貴重な発表をいただきましてありがとうございます。これは本のタイトルと同じにしちゃったんですけど、新型タバコの本当のリスクというタイトルをですね、されただけでですね、まあ大体の人は、まあ、本の内容を読まずにですね、ああ新型タバコも悪いでしょうとか、この方はあら読んでくれないですね、残念ながら。今日はですね、新型タバコについて、まあ、日本人の皆さんがですね、誤解しているということ、それも分かってますので、そういったことについて詳しく話したいなと思うものもですね、時間限られていますので、残念ながら全ては話すことできないと思います。で、さっき、坪谷さんが話してた内容の中で、もう言葉の定義だけでもですね、タバコ分かってないので、電子タバコっていうものの中では、坪谷さんは、まあ、返しタバコのことを電子タバコって言ってなかったとは思いますけど、世の中の多くの人がですね、返しタバコのこととか、アイコスのことも電子タバコって思ってるんですね。で、それもしょうがないと思います。電子タバコ、実際に返しタバコも電化製品、電子部品使ってるわけで、電子タバコって思うっていうのは全く不思議じゃないと思うんですね。でもじゃあどんな風に捉えるかって、まあ、一つ坪谷さんが言ってた中でもこれはちょっと混同してるだろうなと思ったのは、電子タバコっていうことにニコチン入りのリキッドは日本でも販売は許可されてません。なのでニコチン入りのリキッドを堂々と売ってる店はですね、摘発されてます。日本でも薬機法でニコチン入りのリキッドは禁止されてるので、だからこそですね、ある意味逆に、その返しタバコが日本でこんだけ普及してしまったかもしれません。これはもう、世界的なですね、状況とか、自分の状況をいろいろ見てみないと、何とも言えないし、他の要因も関連しているんですが、そういった話もあるんです、ちょっとします。で、電子タバコって言っただけではですね、パッと見ですね、使い捨てのタバコに見えるような製品。今はコンビニとかでアイブルーっていうブランドのものが売られたりしますけど、ああいうものも電子タバコですし、いろんな日本中にですね、電子タバコ専門店みたいなのがいて、そういうところで売られているのはタンク型とかですね、メンク型とか、比較的大きなリキッド、多くのリキッドを入れれるようなタイプの電子タバコが売られていて、そういったものもニコチン入りのリキッドじゃなければ日本の国内でも普通に売られている。で、個人輸入したりとかですね、ネット経由で買ったりっていうのはできちゃうので、そういった意味で、ニコチン入りのものが、まあ、個人輸入経由で使われているっていうような実態もあります。そういった実態についてもですね、全部話はスピリがなくて、ちょっと時間取られすぎちゃうので、大変申し訳ないんですが、この本の中でですね、詳しく紹介させてもらいまして、まあ、本を読んでもらうこと自体もですね、大変なことだと認識してますけれども、世界で唯一の本なんですね。その金式タバコに関してはですね、2014年から日本で発売されているわけですけど、アイコスなんかでいうとですね、タバコ会社からの情報だけで世の中に立っていて、もう客観的な情報っていうのはほぼ伝えられてないんですね。で、この本が出るまでもですね、タバコ会社からお金をもらっているような出版社がいっぱい世の中にあってですね、そういった出版社に私の知り合いの編集者がこの本の企画を持っていってもらった時の反応がですね、とても薄かったというふうに言います。で、この本が出せたこと自体もある意味では奇跡だなと思っていますけれども、この返しタバコが日本で売られてから4年ぐらい前ですね、4年、5年ぐらいの間、そういうこの客観的な情報が全くないと言ってもいいぐらいな状況だったということです。で、そのさっき、新型タバコの話に行く前にですね、日本におけるタバコ問題の重要性っていうのを皆さんちゃんと認識してますかっていうのがこのグラフ。これは日本人の死亡における変えることができる要因をですね、多いからものから順番に見ると
喫煙、高血圧、運動不足、高血糖というような順番でした。で、喫煙と高血圧がダントツの1位と2位でしたということを表しているんですけども、変えることができるというところが重要なんですね。例えば世の中では男性よりもですね、女性の方が寿命が長いというふうに分かってますけども、男性の皆さんにですね、女性になってくださいっていうふうに寿命が分かるわけじゃないんですね。変えるわけじゃないからです。なんですけど、まあ、喫煙とか高血圧なんかについて言うと、喫煙っていう意味で言うと禁煙すればいいわけですし、高血圧について言うと生活習慣を改善したり、高血圧の薬を飲むことで、ほとんどの高血圧はコントロールできるというふうに分かっているわけです。なので、我々は変えることができるように注目して、社会全体の人々をより健康にしていきたい。で、特にですね、喫煙と高血圧が優先順位の1位と2位ですよってことなわけです。これをですね、ちゃんと優先順位を認識して取り組んでほしいんですけども、残念ながら世の中はですね、正しくはできていない。まあ、当たり前でもあるんですが、正しくできてないがゆえにですね、タバコ対策の予算はあんまりついてないけれど、高血圧対策の予算はたくさんついているとかですね、実際の世の中ではそんな風な本当の優先順位を反映したようなことにはなっていないというのが実態です。で、何もですね、僕はこの健康にさえすればいいって思ってるわけじゃなくてですね、健康じゃなくてもですね、幸せならいいし、たとえ障害があったとしてもですね、幸せに暮らしていけるなら健康じゃなくたっていいというふうに思ったりしますけれども、世の中にはですね、幸せになるにはどうしたらいいかという研究でですね、やはり健康は幸せになるための重要な要因ですと分かっているわけですね。もちろん健康だけが全てじゃないですけれども、健康を守るということは人々を幸せにするために重要で、でその健康を守るためにはタバコ対策が一番の優先課題ですねということが分かった。だから幸せのためにタバコ対策を優先課題として我々は取り組んでいかないといけないということです。で、社会はですね、その健康になるときに、まあ、タバコを吸ってるのは自分が吸ってるわけで自業自得でしょっていうような話がすぐ出てきちゃうわけですけれども、まあ、決してそうじゃないというふうに僕は思っています。健康は社会で決まるというスライドが用意しましたけれども、健康の社会的決定要因、ソーシャルディターミナントヘルスという概念があってですね、我々は生まれながらにですね、まあ、変えられない要因ももちろん背負って生まれてきますけれども、タバコを吸ったりとかお酒を飲んだりという生活習慣を獲得する中ではですね、まあ、地域社会のネットワークどんなところで生きてですね、どんな教育を受けてどんな仕事をして何を食べですね、どんな医療にかかってっていうことが我々の健康に大きく影響を与えてますね、分かっているわけです。なのでタバコの問題に関しても個人でやめればいいじゃんって話じゃなくてですね、社会がよりタバコを吸わなくて済むような環境にする、まあ、禁煙化を進めたいとかですね、タバコの値段を上げたいってこともそうですし、ゆくゆくはタバコを合法ではなくするということもできたらいいなと思いますが、残念ながらですね、我々の社会は利権にまみれていてですね、その JT が財務省との関係があるというのはもう法律で決まっているわけですね。で、JT の株の3分の1を財務省が持っているということは国自体の我々国民が持っているようなものを見つけていた。で、その JT が何しているかというと、JT は国際タバコ会社で、世界の10カ国以上でタバコのシェアナンバーワンなわけです。それらの国で、じゃあ JT 何してるかっていうと、タバコによって人々が死ぬっていうのは、ある意味当たり前のことですから、JT っていう我々財務省が持っている企業が、世界の10カ国以上でもうタバコによって人を殺しまくっているともいえる。それはもう事実です。そういう話をですね、僕はメディアの人たちの
前にもしたこと何回もありますけれども、メディアで報道されたことは一回もありません。世の中のメディアはこれが事実だということは分かっていても、報道するということはしないわけです。で、今日は新型タバコの話に焦点を当ててますので、タバコ対策の話をですね、できるということになって残念なんですけども、まあ、新型タバコの話を知ってもらうっていうのはですね、ある意味ではタバコ問題をですね、新しい問題として感じてですね、タバコのことなんか分かってるよっていう人が世の中のほとんどなんですけども、決してですね、残念ながらタバコ問題っていうのはすごく奥が深くて、闇が深くてですね、我々が生まれる前から、もうタバコ会社は意図的に我々の認識を歪めてきています。そういう事例はもうたくさんあります。もう内部文書も公開されてますし、タバコ会社は。そういったことで証拠もたくさんありますけど、今日は本当残念ですが、そういう話全部やることできません。なので、一つだけエピソードを言うと、その1950年頃にタバコを吸っていると肺がんになりますと。タバコの健康被害がもう明らかになったときに、もう明らかになったんですよ。それはもうタバコ会社の人も多かったです。その時にタバコ会社が意図的にやったことっていうのは何かというとですね、タバコ会社の幹部たちが集まってですね、みんなで決めたんですね。少しでも世の中の人たちがタバコの害に気づかないようにしのげて、少しでも長くタバコが売れるようにしていくということを意図的にやっているということを未だに続けているわけです。もうずっと前なんです。もう、そして一部の例えば医療関係者、医師とかですら、タバコは文化になっていって、講演したりしているわけです。タバコ会社のお金が入っていると思います。そういう活動をもう日本全国で行われていますし、タバコ会社のお金っていうのは、すべてのテレビ局にも入っていますし、すべての新聞社に入っています。それで、タバコ会社は分かっているようなということでやっているわけです。で、その延長線上に、この新型タバコが出てきたというふうに考えてもらって、間違いありません。タバコ会社はずっと同じように、タバコを少しでも長く、でやってまして、関心タバコが日本に導入されて何が起きるかっていうのをしっかり見ていかないといけないわけです。で、アイコスの事例で、じゃあどういった状況、使用状況になるのかっていう新型タバコ問題について少しずつ順番に見ていきますけれども、そのアイコスはですね、現状40カ国近くで発売されているわけですけれども、多くの国ではですね、一つの都市で売られているとか、一部の都市でしか売られていない。日本とイタリアで、まず初めに販売開始されたわけですけども、じゃあ、日本とイタリアでもですね、状況は大きく違っていて、日本では2016年にですね、紙すきタバコのシェアが急増しました。4月から10月にかけて、紙すきタバコアイコスのシェアが一気に増えたんですね。で、10月時点で日本っていうのは全国的に販売されている唯一の国であってですね、アイコスの販売世界シェアの 96% が日本なんです。もう 96% っていうのはほぼ全てですから、要するに日本でだけ売られていて、日本がアイコスの実験場になっているということが明らかです。で、その2016年の4月から10月に一気に増えたんですけども、このグラフを見ていただきたいんですが、これは縦軸がですね、 Google で検索した数を示しています。日本人のですね、ほとんどの人がインターネットにアクセスできて、インターネットを使っている人の6割が Google 検索を使っているっていうふうに言われてますので、まあ、ほとんどの人は Google で検索しているわけです。で、 Google で iCOS の検索件数がどんだけでしたかっていうのがこの青いグラフなんですが、この青いグラフを見るとですね、他よりもはるかに高くなった。それはいつか、2016年の4月に一気に検索数が増えている。では、2016年の4月に何があったのか。というと、実はですね、アメトークというテレビ番組ご存知ですか？人気番組なんで皆さんご存知だと思
思いますけど、僕も実はアメトーク大好きでですね、アメトーク毎週録画して見てましたので、こういう番組があったらすぐ気づいたんですが、4月28日、まあ、あの地域によってはその周辺違う日に放送されているんですけれども、最新芸人タバコ事情っていうタイトルでですね、アメトークの中で芸人が自分たちはこんな風にアイコス使ってるんですよっていう風に紹介するような番組が放送されたわけです。で、その時に一気に検索数が増えてですね、世の中の人たちがアイコスっていうものに気づいた。で、その後しばらくはもうずっと高い検索数を維持する。まあ要するにアイコスがどんどん浸透していたわけですね。で、実際使用している人の人数がどんな風になっているのかっていうのを、私ですね、毎年インターネット調査を実施させてもらってまして、日本の成人における使用率を調べたものが、これ2015年から2017年かけてのデータを示しているんですが、これ青いグラフがアイコスですね。アイコスの使用率が2016年から2017年かけて急増しているというのが分かると思います。で、このもうこれ2017年の段階で成人、日本の成人の男女合わせて 3.6% がアイコス使ってますよという状態になって、さらにですね、もう2019年の調査終わってますので、2019年のデータを見ますと、もう日本の成人の 10% 以上がもうアイコスを、紙式タバコを使っているというのが現在の状況です。なので、もう成人の 10% ですよ。もうかなり多く、もう喫煙率も 20% を切ってきたという現状にあって、タイマンタバコを使っている人は 20% ぐらいで、もう新型タバコを使っている人が 10% 以上いるっていう、もう新型タバコが大ブレイクした状況です、日本は。なので、新型タバコについて健康被害とか周り社会への影響っていったものがどんな風になっているのかっていうのを悠長にですね、待っているような状況じゃないんですね。で、さらに使っている人がどんな風な状況なのかっていうのを見ますとですね、これ、中間の情報から見ますと、アイコスをその紹介したテレビ番組やメトークのその回を見た人っていうのは、見てない人に比べて使用率が3倍以上高い。これは他の要因を調整しても3倍以上の使用率だというふうに分かりました。で、どんな人がアイコス使っているのかって、一番上に書いてあるのは、もともと吸わない、タバコを吸わないっていう人は 1.3% とあんまり使ってない。これは2017年時点の使用状況なんですが、どんな人が使っているかっていうとですね、喫煙者だった人が多く使っているんですが、その中でもやめる気のなかった人ではなくてですね、やめたいって思ってた喫煙者が使うようになっている。それでやめれるんだったらいいんですよ。それでやめれるのかどうかっていうふうに考えると、そのもちろんその使った人は全員がですね、やめようと思って使っているわけじゃないですし、その使った人の、まあ、中で実際にスイッチした人もいないことはないと思いますが、このアイコス使用者の 72% は結局のところ紙巻きタバコはやめれてなくてですね、併用していたということもこの時の調査では分かりました。なので、その多くの人がですね、やめたいと思ってた人がアイコスを使うようになっていたという、しかもそれが禁煙につながっているとも考えられないというのは、もう大きな問題だと思います。で、健康影響について見ていくんですが、健康影響についてですね、世の中の人たちはじゃあどう思ってそうかというと、みんな誤解しているんですね。これはアイコスのパンフレットなんですけども、どういうことが書いてるかっていうと、9つの有害性成分の量、有害性、9つの有害性物質の量が紙巻きタバコと比べて約 90% 低減されてますよっていうグラフをですね、大々的に使って PR しています。これを見て、僕はこれ有害性物質の量が減ってるだけですよっていうことを書いてると思うんですけども、世の中の人はですね、これを見て病気になるリスクが10分の1に減ってるっていうふうに思っちゃうんですね。
界だっていうことを説明します。確かにこのタバコ特異的ニトロサーミンなど その代表的な発がん性物質が10分の1に減っているっていうような事例もあります。これは青いグラフがですねアリコスで、赤い黄色いグラフがカイマキタバコの量なんですけども、カイマキタバコの量に比べるとタバコ特異的ニトロサーミンは確かに減っている。ですがタール全体で見るとですね、青と赤いグラフ比べてみてもらって分かりますが、半分ぐらいにしか減ってないんですね。なのでどういうことかっていうとですね、タールの中身が異なる。で、その買い巻きタバコと比べてアイコスでタールがどうなっているかって縦に積み上げたときにですね、内容の違いも示して、表示したグラフなんですけれども、これ赤いところニコチンなんですよ。ニコチンの量が、このグラフでいうと半分ぐらいにアイコスでは減っている。で、他のデータによってはアイコスだと8割ぐらいになるというようなデータがします。で、これで見るとそのいろんな発がん性物質とか有害性物質の量っていうのは確かに減っているんですけれども、一つの重要な観点は同じぐらいの種類がどっちからも出てますねっていうことです。そういう意味で言うと有害性物質にどちらにしても複合暴露されますねということが起こります。で、買い占めタバコの場合はこのグリセロールっていったような成分が多かったりするんですが、グリセロールはですね、食品添加物としては使われたりするんですが、肺の中に取り込んで深くに吸い込んで使うっていうことはですね、人類の歴史を特にやったことはないんですよね。まさしく人体実験進行中ということになります。そのグリセロールを肺に多く吸い込んだときにですね、肺胞が壊れるような現象で COPD のような病気がですね、どんな風に起きてくるのかっていうのは実験されたりもしてますが、まだどんな影響になるかっていうのは結構未知です。で、しかもですね、タバコ、買い巻きタバコの重要な有害性物質っていうセットと加熱式タバコにおいて有害性を発揮するときの有害性物質のセットっていうのはもしかしたら違うかもしれないですね。実際に加熱式タバコの方が買い巻きタバコよりも多いですよっていう有害性物質もかなり種類はあります。そういった未知のことがいろいろある中で有害性がどんな風にあるのかって判断していかないといけないんですが、少なくともですね、ニコチンについてはこのグラフ見てもらうと、買い巻きタバコを吸った場合にニコチンがどんな風に推移してアイコスの時どんな風に推移するかっていうのをこのグラフ示しているんですが、もうほぼ同じ形なわけです。これどういうかっていうと、アイコスに変えてもニコチン依存がほぼ同じ形で維持されますよということです。で、今日は時間がないんであんまり長く話しできないんですが、ニコチン依存っていうのはですね、世の中ですごく軽視されているんです。それはいろんな事情があって、イギリスではですね、タバコの健康被害はタールから起きるんであってニコチンからではないっていう有名な人がいるんですね。有名な研究者がいて、その人の影響力がありすぎてですね、イギリスなんか社会でニコチンを軽視しまくってます。そういう意味でイギリスではニコチン入りの電子タバコを許容するような流れができちゃってます。なんですが、それは今のところすごく限定的にイギリスに限定されたことで、その世界中に広がろうとはしないんですが、でもそういう考える人がいるっていうことは確かです。なんですけど、ニコチン依存の害を考えるときにですね、僕はぜひこれを考えてほしいなっていうのは、ニコチン依存が奪っているものは何かというとですね、人々の幸せだと思ってほしいということです。それは例えばですね、ちょっと想像しただけで分かるかもしれないんですけども、そのタバコをやめた人がですね、ご飯が美味しくなったっていう話を聞くと思うんですが、これは大きな間違いですね。ご飯はもともと美味しいんです。もともと美味しいご飯がタバコ吸ってる人は美味しいって感じられないで、嬉しいとか楽しいとか、そういうポジティブな感情全部がニコチン依存の人はブロックされていて、
そういう小さな幸せの積み重ねである我々の大きな幸せもですね、感じられなくさせているのが自己依存なんですよということです。なので僕はですね、自己依存を軽視するということはすごく良くないことなんじゃないかなというふうに思っています。で、有害性物質が10分の1になったときに病気のリスクがどうなるのかっていうのを考える上でですね、これはとても重要なデータなんですが、これは海水タバコの量ではなくて海洋タバコの研究で言われたことなんですが、これ大体の喫煙者のですね、1日20本吸ってですね、翌日がですね、1日あたりの喫煙本数です。で、1日20本吸ってる人の縦軸が不潔性心疾患のリスクで、心筋梗塞とかそういった病気のリスクなんですが、1日20本の人は 1.8 倍に増える。で、1日5本にするとですね、有害性物質の量もしかしたら4分の1になっているかもしれませんが、病気になるリスクはですね、半分にももちろんならない。1.6倍弱ぐらいですから、もう有害性物質の量が10分の1になったとしてもですね、病気のリスクは半分程度にしか減らないというふうに分かるわけです。なので、タバコっていうものはですね、1日1本であってもですね、かなりの有害性があるということが分かるわけです。で、こういったことはですね、今は循環器疾患で見ましたけど、肺がんについても研究されてまして、肺がんの時にリスクがですね、1日の喫煙量が多いことと比べて、喫煙期間が長いことの方がリスクが高いんですよという研究結果があったりします。これは単純に考えてもらったらいいんですが、その1日1本であってもですね、何年も何年も毎日毎日吸ってるとですね、やっぱりかなりリスクがありますよってことなんです。それをちゃんと考える必要がある。今日はこれ以外にもですね、肝心タバコに関して研究成果があったりするんですが、全部説明できなくて申し訳ありませんが、現時点におけるですね、私の判断としては、肝心タバコによる吸っている本人への健康被害は、肝心タバコとほとんど変わらないのではないかというふうに考えています。で、何もですね、これを僕だけが言っているんじゃなくて、アメリカのですね、FDA の専門家たちも同じような意見ですよということをご紹介したいなと思います。一番下の質問だけを読みますけども、肺巻きタバコをですね、加熱式タバコに切り替えれば、タバコ関連疾患のリスクを減らせると思いますかという質問に対してですね、タバコ関連疾患のリスクというのは、すなわち病気になるリスクが減らせますかというんですけど、9人の専門家のうち8人は、ノーって答えて、減らせないって答えている。なので、世の中の多くの専門家も、肝心タバコに変えてもですね、病気になるリスクは減らせませんよって考えているわけです。で、我々は結局のところをどうすればいいのかということで言いますと、これ、アイコスのパンフレットにですね、薄い字で書かれているので、このスライドを押して申し訳ないんですけど、アイコスにはですね、リスクがないというわけではありません。タバコ関連の健康リスクを軽減させる一番の方法は、肺巻きタバコもアイコスも両方やめることですと書いてあるわけです。でもこれはアイコスのパンフレットですからね、そのタバコ会社が出しているパンフレットにこう書いてあることは、もう言いましたからねってことなんです。タバコ吸ってる人、アイコス使ってる人に、それでも使ってくれますねってことです。裁判に負けないためですよ。そうとも言います。常に警告を発してる。もうあなたが注意不足なせいだというわけかもしれません。でも本当にひどい話で、これはある意味で吸っている人と吸っているような人を侮辱しているような話だなというふうに思います。で、世の中にはですね、肝心タバコにまつわる疑問が渦巻いていてですね、僕今日はですね、受動喫煙の話とかも全然できませんでしたけども、一つ一つの多く寄せられる質問に対してですね、本の中ではですね、一つ一つに丁寧に回答させていただいております。なのでぜひですね、今日は話しきれなかった問題についてもですね、ぜひ多くの人に知ってほしいなというふうに思いますので。
ので、ぜひ本読んでもらうの大変だということは認識しておりますが、ぜひ見ていただきたいなと思います。で、この本の収益はですね、社会を良くするための活動経費としてしか使わないというふうに約束いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴どうもありがとうございました。いろいろ質問あると思うんですけど、ちょっと考えていただいて、その間に舞台を見ます。この本の宣伝が出てるままがいいじゃあ時間は30分ございますので、実はトークの時間が長いので、いろいろやって。